皆さんお疲れ様でした。あとはこのエレベーターで研究棟のある階まで行くだけですから、もう安心ですよ。なんだよ、意外と楽勝じゃん。だからバッチリだって言ったじゃないですか。えへん。はいはい、頼りになるのは分かったから早く行きましょう。では、あれ、おかしいな。どうしたの？時間がないのよ、早くして。あの、それがエレベーターが反応しないんですけど。みゆき、あなたまたやったのね。ほら大丈夫ですよ。だってこんなこともあるかと思って。ちゃんと別のルートも用意してあるんですからね。ね、本当に大丈夫なんでしょうね。いやだな、大丈夫ですよ。さ、行きましょう。